帝国になりましたので、第13回目の計算科学技術論を始めていきたいと思います。本日も先週に引き続き、筑波大学計算科学研究センター広川先生に講義していただきます。電子伝導力学アプリケーションの最適化2と題して、講義していただきます。では、よろしくお願いします。それでは広川です。よろしく、2回目もよろしくお願いします。カメラは切りますね。それではまず講義内容ですけれども、1日目の振り返りというか、振り返りも含めて、前回、アプリケーションでどういうのが、電子、我々が最適化している電子動力学アプリケーションサーモンというのが、なんだっけな、どういう最適化が必要で、で、ジオン、あの、まあ、えっと、ジオン5プロセッサーにおいて、どのように最適化を行ってきたのかというのと、あと、オークフォレストバックス、筑波大と東大で運用しているメニーコアシステムですね、の、全形を用いた、シミュレーションの性能評価までを、前回お話ししました。ご紹介しました。で、2日目に関しては、それを踏まえて、そのスーパーコンピュータ富岳、今、供用開始に向けて準備を進めつつ、昨今の、COVID-19 の解析等に使われているわけですけれども、その中で、なんだっけな、供用前評価環境として、一部使わせていただきましたので、それに、その富岳に関す、ついて、富岳での最適化と、あと性能評価を、ご紹介するというのと、あと、ちょっとタイトルが仰々しくなったんですけれども、サーモンが、その OSS で作りますと言ったときに、どういうふう意思決定をしたのかっていうのと、あと、計算科学ソフトウェア的にありそうなトラブルっていうのが、ありそうなんだけど、かなり大変な、大変というか、見つけるまでに苦労したっていうトラブルもいくつかありましたので、時間があれば、そちらの方もご紹介できればなと思って、最後、後ろ半分にこのようなスライドを追加しています。それではですね、スーパーコンピュータ富岳における最適化と題しまして、これから話していくわけですけれども、前回の計算、前回では、前回のスライドではですね、ちょっと計算内容は微妙に違っていて、前回のは、マクスウェル方程式を FDTD で解いて、TDDFT をまた別途解いて、なんていうんですかね、カレントで接続したようなマルチスケールのシミュレーションを、計算していたんですけれども、今回、シングルスケールと書いてあるんですけれども、なんだ、TDDFT を計算しつつ、TDDFT と同じ空間スケールで、マクスウェル方程式、つまり電磁場を解きますというのが今回のシミュレーションになっています。計算内容としては基本的には、前回と、計算内容というか、前回と微妙に違うのは、それぞれ独立に解くっていう状況にはなってないので、TDK 方程式ですね、TDDFT 側のサイズだけが問題サイズってことになるので、非常に大きくなってしまうと。で、ただし、その電磁界回数、前回のはですね、FDTD 方側のサイズっていうのも、問題サイズっていうのも気にしなきゃいけなかったので、今回のシミュレーションは、その電磁界解析を組み合わせた上で、多原子、多電子っていう大規模シミュレーションができますよというのが、シングルスケール、マクスウェル TDDFT の、強みとなります。で、計算の規模はもう当然ながら、原子数とか電子数ですね、空間にどれだけばらまけるかとか、どれだけ置けるかということになるんですけれども、現状、我々が計算した中では、1万原子ちょっとプラス7万電子ぐらいで、電子軌道ですね、波数部っていうのは、波動関数のサイズ的には4万ぐらいあると。で、実空間グリッドに関しては、512の 256×256 といったような3次元グリッドぐらいまでは、計算できている、計算が現状できているというような状況になります。ただ、結局、問題、計算とか問題の性質っていうのは、前回の
前回の場合とほぼ変わっていなくてですね、そのステンシル計算の、ハミルトニアのところで出てくる25点のステンシル計算の最適化と、あとは、今回は実空間が大きくなるので、実空間分割込みで、素領域の通信とか、あとは FFT といった計算が中心になりますというのは、大きく変わらない部分になります。はい。で、その計算と通信の最適化なんですけれども、基本的には GeoMPY で、同じようなことをやってきます、同じことをやってますので、何が違うかっていうところを中心に説明しますと、GeoMPY 側では、512ビットの SIM の命令、ベクトル、SIM の計算に対して最適化を行ってきたんですけれども、GeoMPY でやっていた範囲っていうのは、実空間グリッドのサイズが、1回のステンシルあたり16の3乗といったような非常に短いループ長で、なんていうんですかね、短いループ長で、かつその、なんだろう、め、えーと、1個のステンシル計算のサイズが、例えば L2 キャッシュメモリーとかそういうのに入るというようなレベルだったんですね。なんですけど、今回の対象というのは一般的によくやられるステンシル計算と同じ64の3乗とか128の3乗とか、まあ、256の3乗とか、一般的なサイズになりますので、まあ、空間分割が必要に、グリッドを分割して、MPI で通信しながら計算するってことも必要になりますし、より長いループ長に対応したような、ステンシル計算の実装しないといけない。いうのと、あとその GeoMPY 側ではインテルコンパイラに適した形に書くっていうのが、まあ一番、性能安かったんですけれども、今回の場合は富士通が、開発、まあ、していますので、環境としては富士通コンパイラですね、富士通のコンパイラと MPI と、あと数学ライブラリというのが、まあ、最も最適化されたライブラリ、ソフトウェアだろうというところで、富士通コンパイラ向けに最適化をするというようなことになります。で、今回の場合は、前回は2パターンの通信、2パターンというか、グローバルの MPI コムワールドですね、全体のコミュニケーターと、あとサブコミュニケーターの1個だけの通信でいいって話があったんですけれども、今回6、8個ぐらいサブコミュニケーターが必要になっていて、まあ、非常に複雑な通信になっています。で、計算の対象の波動関数は4次元系なんですけど、その4次元系を、その全部の次元分、MPI で分割できるようになってますので、まあ、その制御が難しいと。で、さらに、今回、富岳、まあ、K からも、K もそうなんですけれども、K や富岳っていうのは、ユーザーから見ると基本的に3次元のネットワーク、ですね。TOFD という3次元のネットワークに、ノードが接続されているんですけれども、VDD にですね、接続されているんですけれども、その4次元系の分割っていうのをどうやって3次元のネットワーク、実際のネットワークに、MPI のプロセスをマッピングしていくかというのが非常に、厄介で、なんで厄介なんですけど、解決しないといけないというような、非常に重要な、性能上重要な、なんファクターが、性能上重要なものになっています。はい。で、ステンシル計算なんですけれども、前回紹介したコードとあんまり変わってない、基本的に変わってないです。なんですけれども、まあ、一般的には、今回4次元系だと言ったんですけど、まあ、4次元系なので、ループが40に書いてあって、ステンシル計算がしてあるというようなことになってるんですけれども、まあ、SIMD の最適化をするのはもちろんなんですけれども、富士通コンパイラ特有の話として、ソフトウェアパイプライニングっていう最適化手法をうまく使わないと性能が出ませんよっていうふうに言われています。で、ソフトウェアパイプライニングって何かと言いますと、
おそらくその前回までの他の、前回というか、他の講師の方の中でもいろいろご紹介あったのかなと思ってるんですけれども、私の理解では、ループのアンロールと、あとループのリスケジューリングですね。うまく命令が、隙間なく回るようにするためのスケジューリングと、あと、命令レベル並列性のインプルーメントが入るといったような、要はその命令がですね、できる限りストールせずに、どん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 動いていくというようなのが最も最適な行動になりますので、そのあたりを全部まとめて面倒を見るというのが、そのソフトウェアパイプラインニングだと思っているんですけれども、これをうまく動かさないといけないと。で、もっとシビアな話としては、その A64FX の、ハードウェアの詳細っていうのは、以下の GitHub に、正式、ちゃんと、オフィシャルに公開されてるんですけれども、末尾にですね、末尾というか、裏のアペンディクスあたりにですね、各命令の、命令レイテンシー等が、細かく全部記されてます。で、ここを見ますとですね、FWAT とか FMAT というのは、不動小数点ベクトルの、足し算と、あとその掛け算プラス足し算、掛け算と足し算の、命令がどのぐらい、どの程度のサイクル数かかりますかというと、これが9サイクルかかりますと。で、インテルとかですと大体5サイクルか4サイクルぐらいだと思うんですけれども、そのぐらいのサイクルに収まってくるので、多少長、あの、他のプロセッサーに比べると命令のレイテンシーが比較的長いというようなことになっていて、隠蔽が重要であるということも考えると、ソフトウェアパイプラインニングをうまく使わなきゃいけないと言われているのが、っていうのは妥当かなと思います。で、どのようにするかというと、そのソフトウェアパイプラインニング自体は、非常に適用できれば、単純に適用できれば、あとは勝手に動いてくれる、コンパイラ側でやってくれますので嬉しいんですけれども、要はアンロール、ループを全展開して命令を並べ替えるっていう操作をするので、使用するレジスターがその爆発的に増えるんですね。で、レジス、まあ、あの、シムドのレジス、大体そのシムドのレジスターが足りなくなってソフトウェアパイプラインができませんと言って終わるっていうことが大半だと思ってるんですけれども、これを回避するにはもう一つしかなくて、ループ中のレジスターの使用量を減らす以外に方法がないということになります。つまりそのループのボディですね。ループ内の分を可能な限り短くするということにしなきゃいけないということになります。で、一般的にステンシル計算というと、ループが書いてあって、全部の、差分計算が全部の、1個のループ中に収まってるっていう形になると思うんですけれども、そうするとですね、もう、明らかにレジスターが足りなくなるということで、ソフトウェアパイプラインできませんと言って、終了するというか、その最適化が全部止まってしまうということになって、で、性能が全く得られないという状況になってしまいます。ので、ちょっと不思議になってるんですけれども、要はループ分割をして、できる限りループボディを短くして、ソフトウェアパイプラインをうまく、ソフトパイプラインが効くようにコードを書き換えるということが必要になります。このような形でですね、今回の場合は、4つのループに分、あのー最大のループを4つのループに分割して、計算したんですけれども、これが一番性能が出るというような形になりました。全部ソフトウェアパイプラインが効いていて、全部シームド最適化も効いているというような状況になりましたので、最も最適なコードになったというような形ですね。この形、割、ループ分割等も考えたいといけないというような状況になってきています。失礼。はい。で、次が、一番しんどいというか、大変なんですけれども、その MPI のコミュニケーターをどう置きます？どう？MPI のコミュニケーターがいっぱいあって、で、プロセスが、その、4次元空間上に MPI のプロセスがあるっていう形になってるんですけど、実際的には3次元空間にプロセスが
3次元空間のネットワークに、プロセスが配置されるので、4次元空間を3次元空間でどうやってマッピングするかというような話が必要になってきます。で、ここからが一番大変なので、一番時間かかるかと思いますけれども、よろしくお願いします。まあ、さ、あの前回のスライドでもちょっと一部の、全く同じものを載せたんですけれども、今回全部重要なのでご説明しますと、まあ、今のところですね、1、2、3、4、5、6、7、まあ、7個、ここに7個のコミュニケーターが入っ、サブコミュニケーターがあります。で、波動関数に対してのコミュニケーターなんですけれども、まあ、波動関数的には、プサイの、軌道側の、軌道が、つまりその軌道関数が並んでいて、その各軌道関数はその実空間を持ってますよという図になっていて、これの中でコミュニケーターがどう対応しているかということになります。で、このオービタルは軌道方向を分割した時のコミュニケーターになっていて、このコムオービタルで通信をすると何が起こるかというと、異なる軌道空間を持っている人たちの集まりで、同じ実空間を担当しているプロセス群で通信をするという形になります。で、コムアルグリッドというのは、その1個の軌道関数の中の実空間、1個というか、まあ、コムオービタルが担当する N 個の実空間の中の話になっていて、同じ軌道を持っていて、異なる実空間、つまりこの空間を計算するプロセス群での通信になります。つまり、まあ、実空間全部を束ねたいといった時の通信になります。で、この RXYZ というのは、それぞれその COMR グリッド内で各 XYZ 軸方向への通信を行う場合の、コミュニケーターで、要は FFT とかをする場合に使います。で、最後にこの実空間の中には原子が、まあ、複数置いてあるんですけれども、詰まってるんですけれども、その原子一個一個に対して、その原子に相当するグリッドを持っている MPI のプロセスっていうののコミュニケーターが作られていて、まあ、その要はその原子のポテンシャルを計算するときに、必要なグリッドを全部集めてくるというような用途で使っています。というようなコミュニケーターがありますといったときに、今の話はそうしますと、その波動関数というのは基本的に、まあ、サーモンの場合、実空間で XYZ の3次元空間があって、もう一個、電子軌道の、一次元が、まあ、今回のシミュレーションでは一次元になっているんですけれども、があると。で、この四次元空間で表現されている波動関数は、全部 MPI、全次元が MPI で分割できるようになっています。で、実次、えっと、我々、サーモン、のメインでなっている実時間の発展計算の場合、そのコムアルグリッドっていうこの実空間の中の通信が基本的に中心になっていて、要はですね、この、まあ、これが1プロセスが担当するブロックだとすると、これに対して、例えば、ヘイローですね、なんだ、隣接通信と、あとはその全体をやるようなコレクティブの通信というのの、ホップ数というのは、書き忘れた。ホップ数というのはですね、まあ、ネットワーク上でその通信をするために、いくつのノードをまたがないといけないかっていうような話になるんですけれども、まあ、そういった、物理距離が短くなるように、ネットワーク、コムアルグリッドのネ、へのマッピングっていうのをやらないといけないですよっていうことになります。逆に言うと、そのオビタル側は、飛び飛びになっていても、まあ、割とこっちの通信コストに比べると、こっちの通信コストは低いので、まあ、こっちはとりあえず飛び飛びでも構わないんですけども、こっちの通信は可能な限り、その、
通信コストが最小になるように、適切に、マッピング、プロセスのマッピングをしてあげないといけないというようなことになります。はい。で、TOFD、K とかご存知の方は、TOFD って6次元、本来なら6次元ネットワークで、XYZ、ABC だったと思うんですけど、というので、見えるというか、6次元で実際には接続されてるんですけれども、ユーザー視点ですね。ユーザーが例えば JavaScript でジョブを投げたりとかするときには、3次元のネットワークとして、扱うというような形になっています。要は3次元にノードがあって、その3次元で、例えば 32×32×32 の、ノードシェイプで確保しますというふうに指示をして、ジョブを投げるということになるんですけど、なっているんですけれども、それを扱っていくと。で、K の場合は、1プロセスパーノードですね、ノードあたり 1MPI プロセスを立ち上げて、8オープン P スレッドで実行するというのが、推奨で、おそらく使われてたと思うんですけれども、富岳の場合は、プロセッサーの特徴から、4プロセス、ノードあたり4プロセス立ち上げて、1プロセスあたり12オープン P スレッドで実行するのが、おそらく良いだろうというような形になっているかと思います。で、一番重要なのはですね、その4次元系、シミュレーション側、シミュレーション側では4次元の系で扱われていて、分割も4次元でできるといったものを、どのようにその3次元の MPI プロセス空間にマッピングしていくかっていうのが非常に重要になっています。で、さらに、ノード内の複数の MPI プロセスが今回あるということで、より厄介、ややこしくなっていて、どこかの軸に 4MPI プロセスを割り当てないといけないというような状況になっています。で、今回の場合、たまたまっていうとあれなんですけれども、波動関数、実空間側が3次元になっていて、電子軌道が1次元で存在しているので、3次元プラス1次元系として、つまりその3次元のボックスが N 個並んでいますというような状況にして、プロセス形状を作ってあげれば、最適、あの通信も最適化できるだろうというふうに考えられます。それでですね、ここが一大変なんですけれども、ですね、要はですね、3次元、これちょっと今、これと、TX、TY、TZ と言っているのは、3次元のノード形状に相当します。で、この中で、すごく単純に説明をすると、さっきちょっと言いましたけども、3次元の、コムアールグリッドに相当するような、プロセスシェイプを作って、そのプロセスシェイプを、さらに3次元空間に、置いていくというような形状になってます。形状にすると、コムアールグリッド内の、つまり実空間内の通信というのは、この中で閉じてしまうと。閉じて、で、軌道関数方向に対しての通信というのは、ちょっと飛び飛びになっちゃいますよっていうぐらいで進むと。な形に作れますよっていうのが、この図になってます。この図とこの数式、いろいろごちゃごちゃ書いてますけど、なってます。で、それぞれ説明すると、プロセスの、3次元、3次元実空間に対応するプロセス群、P、RX、RY、RZ かける、軌道方向に対するプロセスの数を全部総合すると、トータルの MPI プロセスになります。で、これを、これ今プロセス数になってるんですけど、これを TOFU のノード形状を起点に計算、考えると、まず、X 方向のノード数かける、ノードあたりのプロセス数、これが4ですね。
4かける豆腐の Y 方向の数、方向の数を全部掛け算すると、全体のプロセス数になりますよっていうことになります。つまり、これとこれが等価ですね。で、等価になります。それでですね、要プロセスの、各 XYZ プラスオービタルっていうのを全部決定してあげて、で、この、なんだっけ、オービタルのプロセス数っていうのを3変数の積、今回 P の OXOY、OZ と書きましたけれども、それに変形します。で、そうするとですね、ここの3つの式が作れるようになって、3次元の X 方向の形状をか、あ、数かけるプロセスの、ノードあたりプロセス数4割る、RX、X 方向のプロセス数というような形で計算すると、P の、このオービタルを分解した POXOYOZ の3つが出てきて、これと、この、全プロセス数、あ、じゃあ、3次元実空間のプロセス数の積を取ると、TX, TY, TZ、3次元のノードシェイプになりますよっていうふうにすると、作れますよねっていうことになります。あ、作れますよっていうか、その、必要、この、計算に必要な各次元のプロセス数に対して、各次元のプロセス数に対して適切な、3次元のノード形状というのが得られるということになります。で、今回、数字、こっちで書いてるんですけども、今回、まず、3次元実空間に対するプロセスの分割数というのをまず822と決定しました。で、オービタルの方向のプロセス数というのは4にします。で、この4を分解すると、今回 2×1×2 に分解した形になっていて、で、8×2×2 で X 方向に4プロセスあるので、実際のノード形状としては 2×2×2 のこれですね、この 2×2×2 を X 方向に2つ並べて、Z 方向に2つ並べれば、並べると、このような形になって、なりますと。なって、で、このアルグリッド、実空間側のプロセスというのは、このオレンジとか黄色とか緑、青の中で全部の通信、実空間方向の通信は全部閉じると。ので、非常に、通信コストが短、あの、待機化されると。あ、すいません。通信コストがも最小になるような形状になる。で、オービタル方向の通信に関しては、例えば6、ノード6番が通信しようとすると、6、8、22、24といったような相手との通信が必要になるんですけれども、これはちょっと飛ぶんですけれども、これでも、1ノード挟んで通信するというようなことになりますので、そんなに重くはないはずだろうと。ということで、これでかなり通信を極小化して最適化ができますということになります。このような、非常に難しくてですね、かなり大変なんですけれども、このようなことを考えないといけないということもあるということですね。実際にはその3次元の、普通の3次元、一般的な3次元空間を計算している分にはこういうことは考えやすいんですけれども、今回電子動力学の場合、その波動関数って4次元とか、もっと言うと K 点っていうのが、レプリカの点があって、5次元系になったりするんですけれども、そういった場合には適切に、その3次元の実空間にどのようにマッピングされるかっていうことまで考えないと、通信性能が、ダメになってしまうということがあり得るということですね。はい。だいぶ時間を使ってしまったんですけれども、ここからですね、富岳での、性能評価ということで、ご紹介したいなと思うんですけれども、まずはじめにですね、面積というか、これは
これはご注意いただきたいんですけれども、供用米評価環境というのは基本的に開発中の環境なんです。富士通さんとか理研とかっていうのが、いろいろと整備等を進めているというような状況にあるんです、ありますし、実際には COVID-19 の課題で使っていたりもするんですけれども、それでもですね、基本的にその、供用開始時とはちょっと性能が異なる可能性がありますよと。ということは、ご注意いただければなと思います。で、富岳、我々が使った時の現状、その時には、ですね、27,648ノード、システム全形で15万8000ノードぐらいありますので、6分の1ぐらいですかね、の規模を、我々使っています。大体、システムの性能としてはそのぐらいですね。大体85ペタフロップスが理論ピークになっています。で、A6MFX Pro のプロセッサーの、仕様はこんな書いてある通りになってるんですけれども、何でしたっけ、1プロセッサーあたりの、理論性能は3072ギガフロップスに今回なっています。で、今回、ご紹介するのが単体ノードの性能ですね。ステンシル計算とアプリケーション全体という話と、あとは、ウィークスケーリングの評価、27,648ノードまで評価した場合というようなことに、の評価をしたいと思います。で、波動関数、ウィークスケーリングの説明になってるんですけども、波動関数のサイズを、プロセスあたり 5GB、今回4プロセス立ち上げるの、あ、ノードあたり4プロセス立ち上げるので、ノードあたり 20GB ぐらい。で、メモリーとしては、32GB の HBM2 メモリーしか積んでないので、だいたい60%弱ぐらいのメモリーを使って、いるというような状況になります。で、問題の特性上ですね、実は実空間と軌道のサイズ、スーパーセル計算って言うんですけど、実空間と軌道のサイズが両方2倍、2倍、2倍でスケールしないといけないので、問題サイズが4倍でスケールしないといけないんですね。なので、問題サイズというか、問題の規模を2倍にするために、実際のデータサイズを4倍にしないといけないので、ノード数を4倍でスケールするというような形になってます。はい。で、それで評価をします。で、まず単体のノード性能ですけれども、左上のグラフが、ステンシル計算の性能になっていて、それぞれですね、これが、一番最初の前回に載せたようなフォートランの、ベクトル、フォートランでちゃんとベクトル化ができるようなコードですね、というのを渡した時の性能。で、今回、追加したそのソフトウェアパイプライニングができるようにループ分割等を行った、場合、つまりソフトウェアパイプラインが効いた場合ですね、の、あ、ソフトウェアパイプライニングの最適化が適用された場合の性能がこれ。で、最後に、今回、KNL でもうちょっとジオファイルの方でご説明したんですけれども、512bit SIM ド命令を手書きして作るというのがあったんですが、それをですね、今回命令セットがまた違うので、ARMSV スケーラブルベクターエクステンションというんですけれども、それを使って、手動ベクトル化実装した場合の3つになります。で、グラフは高、あの、ギガフロップスになっているので、これ、ソフトウェアパイプライニングを使ってコンパイラーにベクトル化を任せたものが一番早いというような結果になっています。で、ソフトウェアパイプライニング効いてない場合と比べると、おおむね1.4倍から1.5倍程度の性能差が得られているとなっています。ただこれはですね、理論ピークから見ると10.5%の効率しか出てないっていうふうに見えるんですけれども、左、あ、すいません、下、この左下のグラフがですね、このステンシル計算の、フロッパーバイト
まあ、アリスメティックインテンシーって書いてますけれども、に対して、HBM2 のメモリバンド幅と L2 キャッシュのメモリバンド幅で、ループラインを描いたときに、この達成した性能がどこにいるかというのを示していますけれども、おおむねですね、HBM2 の、で作ったループラインに、まあ、乗っかるような状況になっていますので、まあ、HBM2 のバンド幅を十分に活かして、計算できているだろうというようなことになります。で、ここからですね、実行のメモリバンド幅を計算すると、大体 866GB/s になっていて、書いてない、HBM2 の、富岳の、富岳じゃない、A6MFX プロセッサーの HBM2 のバンド幅が、大体、1024GB/s なので、おおむね大体84.5%の、効率が得られているということで、まあ、かなり、メモリバンド幅は、食いつくしたというような形になるかと思います。ただ、実際にはですね、キャッシュメモリーの影響というのもあるはずなので、本来であれば、L2 キャッシュと HBM2 のループラインの間ぐらいに、実際の性能があると、まあ、説明がつきやすいかなとは思ってますので、まだちょっと低いかなというような状況になるかと思います。で、やはりソフトウェアパイプラインが重要になっていて、こっちのその、ARMSVE を直接手書きした場合の実装というのは、まあ、自動ベクトル化だけ使った場合の性能は多少出ているというような状況にはあるんですけれども、そのソフトウェアパイプラインってかなり聞きづらいというか、ループの形状が複雑になりすぎて、ソフトウェアパイプラインの解析ができないというようなことになっちゃっているということで、適用ができない状況にあります。で、もしソフトウェアパイプラインが効くとすれば、もうちょっとこのあたりまでいけるのかなというふうには見込んでるんですけれども、まあ、現状ちょっと難しくてできていないということになっています。はい。で、TDDFT の計算全体をですね、プロバイダーでちゃん、あの、測ってみますと、321GFLOPS 程度出ているということで、おおむねですね、ステンシル計算の性能に近い値が出ているということで、ここに、まあ、ほとんどもうステンシル計算の性能に利息されてしまっているなというようなことが分かりました。はい。で、次がウィークスケーリングで、これは大体、まあ、先ほども言いましたけれども、20GB パーノードの、サイズで、スケールしていった時の性能になります。で、まあ、左上が、もともとの、0始まりからの図なんですけれども、ちょっと見づらいので、まあ、ちょっと拡大をしました。で、縦軸がですね、1反復あたりの実行時間になっています。で、横軸がノード数、432ノードから4倍、4倍、4倍といって、27,648ノードまでの結果になります。で、この黒い線が、432ノードを100%、効率100%とした場合の、まあ、理論的には、理論的な性能としてはここに来るというような線になっています。つまり、ここから離れれば離れるだけ、理論、まあ、遅くなっているということになるんですけれども、今回、ここを100%とすると、まあ、27,648ノードまでで、効率が73%程度まで低下しているということで、まあ、これがいいか悪いかは後にして、いいか悪いかで、これの原因について後に述べるとして、まあ、線形にどんどん下がっていくという傾向が見えてます。そうすると、まあ、15万ノード全形まで引っ張ったとすると、おおむねですね、この実行効率が56%前後まで下がるだろうというようなことが見込まれます。で、1イタレーションあたり、まあ、800何十ミリ秒だったの、は、まあ、0.8秒程度だったのが、最終的には15万ノードまでかかると、1イタレーションあたり1.5秒ぐらいになっちゃうので、まあ、倍ぐらい違うというようなことになってしまう可能性があります。
で、これなんでこういうふうにどんどん線形定化していくんだろうというのを、次のグラフでご説明しますけれども、これがですね、左の図がちょっと、ごちゃごちゃとか、いっぱい書いてあって大変なんですけれども、今回サーモンの、実時間発展計算中で、使われたルーチンの実行時間の積み上げグラフになっています。で、この実行時間のうち、幅が半分になっているグラフがあるんですけれども、この幅が半分になっているやつは、この、各ルーチンの中でどのぐらい通信時間を使っているかっていうグラフになります。つまり、この青の部分だと半分ぐらいは通信になってますよっていうことですね。半分というか、半分以上ですね、3分の2ぐらいは通信になってますよっていうグラフになります。で、縦軸が、イタレーションあたりの実行時間で、それぞれのノード数になって、で、横軸がそれぞれのノード数ですね、になっています。で、その青って言ってるのが、一番、ドミナントであると言った、ハミルトニアンの計算になっていて、薄水色になっているのが、隣接公使の通信、経路通信ですね。と、あと、ちょっと、原子に対してオールリデュースが必要なので、そのオールリデュースの時間ということになります。ここが一番ドミナントなんですけど、3分の2ぐらいは通信に費やされてますよっていうグラフですね。で、ハミルトニアンも、おそらくこの緑の部分ですね。原子がどんどん増えていくので、原子に対する通信がどんどん増えてるっていうのがあるので、これは避けようがないと思われます。で、一番顕著に目立っているのはですね、一番上のこのオレンジ部分になります。で、このオレンジ部分、何をしているかというと、電子密度を計算した後にハートリーポテンシャルを求める必要があって、そのハートリーポテンシャルの計算時間、け、あ、まあ、計算というか実行時間ですね、通信と計算すべて含んだ実行時間が、どんどん増えているというような状況になっています。で、このハートリーポテンシャルの計算なんですけれども、ちょっと戻るとですね、実空間グリッドの、このグリッド、この実空間グリッド内だけでの通信、計算、閉じた計算になっていて、おおむねですね、この27,648ノードでも、96ノード、384MB プロセスで、3次元の FFT をしているというような計算になっていて、YZ 方向で分割して計算してるというのになるんですけれども、これはその名前 FFT の問題というより FFT を使ったことによって起きてしまっているということになるんですけれども、全体はですね、3、あの、計算実空間、実空間全体では3次元で分割されて計算されてるんですけれども、FFT を使った場合、二次元分割になってしまうので、X 方向はみんな持ってるんですね。なんで一度 X 方向全部集めてこないといけないと。で、何が、で、1728ノードから6912ノードで、実行時間が倍になってるんですけど、これ何が起こったかというと、この時点で実は X 軸の行使点の数が2倍になったんですね。で、2倍になったってことは、MPI all to all、点字をするための MPI all to all のメッセージ帳は単純に2倍になるので、通信時間ももちろん2倍になるということになってしまったということで、これはですね、我々の問題設定と FFT を使ったことによる、デメリットっていうのが、ちょうど直行してると。ぶつかったっていう状況になってしまっていて、ちょっと避けようのない問題になっていたということになります。で、そっか、すみません、横に載せてたんですけれども、
この中で通信するにしろ、X 方向を全部束ねてから FFT に計算を投げるということに、FFT の計算をするということになっちゃってたので、通信時間が伸びてしまうということが起こっていたということです。ことで、ちょっと、ここに関しては、ちょっと FFT を使わずに解くか、もしくはその問題設定ですね。X 軸の公式点が既に固定されてれば、もうちょっとやりようはあったかもしれないというところで、今、相談を、どうするかというのを考えているというような状況になります。はい。で、結果として、ですね、線形低下してしまっていて、性能はちょっとウィークスケーリングとしてはかなり落ちてしまっているということなんですけれども、これがですね、このあたりの性能というのが、妥当かどうかっていうのをまず考えないといけないということになります。で、バイトパフロップから、今回の計算、今回のシミュレーションというのは、基本的にメモリバンド幅に立足されるアプリケーションになりますので、バイトパフロップから、まず期待性能が最初できそうだと、できそうではないかというふうにまず考えます。もちろんその通信コストとかを考えると大変になるので、通信コストはちょっと置いとくことにしてますけれども、斜対的なスティンシル計算というのは、今回の場合、2.68バイトパフロップなんですね。で、システムが提供するのは、1024GB のメモリ版の幅に対して、3072GFLOPS の理論性能なので、0.33バイトパフロップになると。で、これを計算するとピーク性能比ではですね、大体12.4%程度が、理論ピークに対して得られるであろう最高性能になります。っていうのを計算したのが、この表になっていて、理論性能と、エスティメートした値で実際に得られた値と、それに対して、エスティメートした値に対して、どのぐらいの効率だったかというのを、書いていますけれども、まず、その最大濃度まででいい、最大濃度だけでいいと思うんですけれども、理論性能が85ペタフロップス程度あったんですけれども、今回の推エスティメートした値では、10.5ペタフロップスが最高性能になるだろうというふうに考えていて、で、今回通信コストも考えるともっと下がる。で、実際の性能上はですね、2.6、2.7ペタフロップスぐらいだったわけで、エスティメートした値に対して、25%程度しか得られていないということで、ピーク性能と比べるのは、問題というか、ピーク性能と比べるのはナンセンスなんですけど、エスティメートした値に対しても、ちょっと、効率がいいというふうには、ちょっとなか、なんと言いにくいと。ような値になってしまっているというふうに考えられます。で、今度はですね、その性能、理論的な性能とか、メモリバンド幅からっていう方向ではなくて、要求されるシミュレーションの性能から考えるという方、あの、まあ、計算科学側の要求から考えるとどうなるかというのを考えます。で、例えばその、要求されるシミュレーションの性能ってどのぐらいなんですかっていうと、物質の構造とかレーザー強度っていう、複数のパラメータがいくつかあるわけなんですけれども、そういったところで、いくつかのパラメータを試して計算がしたいといったときに、パラメータあたりですね、1日で処理できたら、大体いいというような話が得られていて、で、その時間発展計算って基本、現状最長でですね、10万反復ぐらい計算するというふうに聞いてますので、大体ですね、1反復あたり1秒で計算できると、これが28時間ぐらいで終わると。最長ですね。ってなった時に、27,648ノードで計算すると、大体1.13秒パーイタレーションなので、1アンプカーあたり1.13秒なので、要求に対して、割と近い値が出ていて、十分な可能性はありますということです。可能性はあります。で、計算可能な K の規模から考えると、
今、27,648ノードまで計算したっていうことだったんですが、これはですね、大体今、1.3万原子系までは、電子動輪角の計算ができるということになっています。で、単純見積もりすると、問題サイズを2倍に、問題サイズがシミュレーションのサイズを2倍にするために、全体のさ、可動化数のサイズは4倍しないといけないんです。いけないので、というのを計算すると、富岳全系でですね、おおむね2万から3万原子系までは電子動力学のケース、シミュレーションができるだろうというふうに、見込んでいます。はい。で、これがですね、今までやられてきた計算とどう違うかと、どのぐらい、ね、違うかっていうのを考えます。で、我々以外でですね、DDFT の大規模計算をした例っていうのはなかなかまだ多く、そんなにまだ多くないというような状況があって、最新のでもですね、ちょっと4年前になっちゃうんですけれども、セコイアブルージン Q という、IBM のシステムですね。での、全系を使った TDFT の計算と比較しますけれども、セコイアがですね、ピーク性能が20ペタフロップス。で、達成した性能が8.6ペタフロップスになっていて、我々よりもですね、より、ピーク性能比という意味では効率がいいということになっています。で、ただですね、問題というか、ただですね、彼らの手法というのは、これは批判というわけではなくて、彼らの手法というのはドミナントなカーネルが我々と違って、ジェム行列積を中心に実装するような形になっているので、我々に比べて、その計算性能というのが得やすいような状況になっていると。ドロップスで高く見えるような状況になってしまっていると。で、我々は、どちらかというとストレートフォワードに、TDDFT を実装したので、全周計算が中心になってしまって、メモリ版の幅に支配されてしまうというようなことになっています。はい。で、なので、見かけに、見た目の上では、実は実行効率、性能効率という意味では、セコイアの方、先行研究の方が高く見えると。ただ、タイムトゥソリューションって言ってるんですけど、実際にかかる、実際に解くための、解くために、実際に計算するために必要な時間というのは、我々の方がかなり早いというふうに考えていまして、ブルージン Q の結果っていうのは、20ペタフロップスなので、今我々がやったぐらいの規模まで引っ張ってくると、おおむねですね、1反復あたり12.5秒ぐらいまでになると。で、我々は、1反復あたり1.1秒ぐらいで計算できるっていうふうに言ってますので、計算した K の規模は2倍以上ある。原子数的にも2倍以上あって、さらにその計算性能っていうのは、10倍ある。1アップあたりの計算性能というのも10倍以上ありますので、総合すると、我々の手法っていうのは、先行研究に対して2倍、20倍は、効率がいいというふうに、考えております。はい。というような形になります。で、ここは、ちょっと、まとめというか、ここまでの話と全部まとめになるんですけれども、20倍、おそらくその問題の規模や1アンプあたりの計算性能というのを考えると、先行研究というか既存研究に対して、20倍は、効率がいい方法を我々が取れているだろうというふうに考えていて、プロダクトランには十分な性能が達成できているだろうというふうに考えられます。で、富岳全系を用いた場合の、ではですね、どういうことが問題になりそうかというふうに考えると、FFT がかなり、性能が低下していくっていうのが分かっているんですけれども、その全系で実行したとしても、128ノードとか192ノードでの閉じた FFT を回すということになるので、
おそらくまだ耐えられるだろうというふうに見込んでいます。で、逆にもっとシビアになっているのはメモリ不足の可能性で、今、現状でも60%か75%程度のメモリを使用しているんですけれども、問題全体では、この比例関係が出てきて、見えていて、つまりそのノード、問題サイズを増やせば増やすほど、実は使用するメモリー量がだんだん増えてるっていうのが見えちゃってるんですね。ってなると、その全キーを使った時に、例えばこれが 25GB パーノードになりますというと、そのメモリーが確保できなくなって、計算できなくなる可能性がある。というところで、その比例関係をちょっとかい、どうにかして解消する必要があるかなというふうに、考えています。ちょっとタイトルがおかしいんですけど、おかしいというか、ちょっと仰々しいんですけれども、サーモンがですね、これもちょっとお話ししたいなと思っていた内容で、サーモンが OSS として開発しようといったときに、割とモダンというか、割とモダンになるように、した方がいいんじゃないかっていうふうには話があって、どのようにしてですね、計算機科学というか、コンピューターサイエンス的に、よく使われている手法はできれば使っていきたいというふうには、プッシュしていたんですけれども、どのようにして、意思決定をして、現状どうなってますっていうのを、ご紹介できればなと思っています。はい。で、サーモンの成り立ちというか、どうしてこれを作ることになったかっていうのを、一文で書いてますけれども、我々ですね、もともとその筑波大学と、あと分子科学研究所の方でですね、似たようなことをやってるんですけれども、実は、対象とする系が違うっていう、アプリケーションで、アーテッドと G シードっていうのを2個、独立に、それぞれ作っていたんですね。で、ただ基本的な部分っていうのは全部一緒というか、基本的にほぼ一緒なものが使われていたので、この2つを統合して広範なシミュレーションが提供可能な、シミュレーション実現できる1つのソフトウェアとして整備して提供するというのが必要だろうというところで、我々サーモンの開発に取り掛かったわけです。で、もともとどっちもクローズドになっていて、非公開だったんですね。で、開発していて利用してたんですけれども、利用するために、共同研究者として利用してもらったりっていうのはあったんですけれども、その広範なユーザーに活用してもらうというのを、やるためには、まずやはり OSS で提供して、いろんな人がアクセスで、容易にアクセスできる環境整備というのはもちろん必要だろうというのまでは、みんな、会社全員が一致していたんですね。で、なんですけど、じゃあどういうふうに開発をしていきましょうかっていうのが、決めるのが難しかったというところで、どのようにしていったかっていうのを、紹介したいなと思います。はい。で、まずどうやって共同開発していくかっていうことなんですけれども、やったことある方は、大変だと分かるかなと思う、分かりいただけるかなと思うんですけれども、複数人でコードを開発するってどういうことになるかっていうと、基本的に、複数人で作っていくとですね、意図しない状況で、なんか気づいたら版が埋め込まれていて、犯人探しに時間がかかるみたいなことが、犯人探しというとあれですけれども、誰がいつ埋め込んでどこにあるのかってところを全部一から調べ直さないといけないということで、簡単に破綻する可能性があるわけで、そういった変更点というのをどういうふうに変、コードの変更っていうのをできる限り管理しないといけないということが、必須になってます。で、バージョン管理は、絶対必要だというところは、かなり強く主張していて、例えば、最も一般的だと思うのは Git とか SVN とかだと思うんですけれども、こういったものは必ず使う必要があるだろうと
いうふうになりました。で、まあ、高度分散管理、まあ、SVN はちょっと共有、分散管理、集中型管理なので、ちょっと使いづらいだろうということで、まあ、分散管理して、最も一般的におそらく使われているでしょうと。まあ、つまりその、なんだ、自分で調べたら、いくらでも解決方法が見つかるだろうという点で、Git を使った、コード管理が、まあ、一番いいだろうということで選択しました。で、この Git でコードは管理するんですけれども、じゃあどうやってコードを共有するかというのは次の問題になっていて、まあ、ご存知の方もいるかと思いますけれども、まあ、GitHub とか、ウェブで提供されているリポジトリのホスティングサービス、まあ、GitHub とか Bitbucket とかというのがあるんですけれども、まあ、それを使う。つまりその、まあ、それを使うか、もしくは、その GitLab っていう OSS のバージョン、ホスティング、リポジトリホスティングのソフトウェアがあるんですけれども、そういったものを使って独自にホスティングサーバーを立てるかっていう二つのどちらかの選択になるかと思います。ただ、まあ、GitLab のとかを使って独自にホスティングサーバーを立てようとすると、まあ、その管理っていうのが、複雑になるというか、セキュリティ、まあ、改ざんとかですね。不正アクセスとか改ざんとかっていったところで、セキュリティとか保守っていうのが必要になってくるので、まあ、かなり、まあ、コストが高いというところで、まあ、GitHub であれば、まあ、そのあたりはうまく GitHub 側でやってくれるので、まあ、自分らでやるよりはセキュリティや保守っていうのは、うまくやってくれるでしょうと。というところで、GitHub を選択しています。あとは、まあ、おそらく最も一般的だろうというところもあったんですが。はい。で、あとはビルド方法ですね。今回我々ソフトウェアを広範に利用してもらいたいというところで、サーモンを作っていったので、作るということになりましたので、その、マルチプラットフォームですね。例えば、スーパーコンピューター、最初出た富岳もそうですけれども、富岳とか、あとはその HPCI で供与されているような、スーパーコンピューター、各システムだけではなくて、例えばその個人っていうか研究グループ、もしくは研究室等で導入している PC クラスターとか、あとはもっと言うとですね、個人所有のラップトップの PC とかといったような、巨大なものから、もう、ちっちゃいものまで、広範にわたって動かせるようにしたいというふうに考えていたので、いたんですけれども、この対応っていうのはかなり大変というか、まあ、実現はかなり大変で、特にそのユーザーの環境を把握して、その環境に適したビルド環境っていうのを構築できないといけないということで、何かしらですね、ビルドプラットフォームの提供が必要になっていたというところです。で、今回の場合は CMake を使って、まあ、ビルド環境が保守しやすいようにもしたというようなことがあります。これも後ほどですね。で、ソフトウェアテストの導入っていうのが、まあ、これがかなり大変というか、一番シビアかもしれないんですけれども、様々なシミュレーションを提供していくっていう、そのサーモンの特性上ですね、各開発者が、まあ、いろいろ変更を加えて改善を加えたりしたときに、どこにですね、どのシミュレーションに影響があるかっていうのを確認するのは非常に難しいんですね。なので、というのがあって、で、まあ、ソフトウェアのテストっていうのはどうやっても導入が必要で、これがなければバグを見つけるのがかなり難しくなるというのを強く、強く発言して、ソフトウェアテストの導入を推進しました。この4つに関してちょっと、もうちょっと難しい、詳細に説明したいと思うんですけれども、Git による管理っていうのはどういうふうに便利かっていう話を、まあ、ご存知の方も結構な数いらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、変更、
点ですね、機能を追加したり、バグを修正したりっていう、それぞれの別の作業をですね、ブランチっていうあのワーキングスペースとして切り取って管理ができ、あの個別管理できるっていうところは、ところとか、あとはその差分、作業内容を差分で表示したり、まあ今これが差分で出てますけれども、赤の点が削除した点で、緑が追加された部分ですね。そういった形で出したり、あとは作業履歴、あのコミットって言ってますけど、これを表示したり、コミット取り消したりといったことができるので、まああの、いらなくなったというか、あの、バグになったところが、まで遡って、その、どこで発生したのかを確認したり、っていうのが、あの、容易にできるようなものになっています。まあ、あとはその差分も表示できるので、まあ、どういう変更があったかっていうのも、第三者がですね、まあ、自分自身もですけど、自分自身とか第三者っていうのが容易に確認できるようになっていて、まあ、あの、不意に誤って変なバグを埋め込んだっていうことがあったときに、その、これはおかしい、あの、まあ、履歴でパッと確認できると。いうところが非常に便利だろうということになっていることが言えるかなと思います。で、コードの共有なんですけれども、なんだろう、リポジトリというふうに言ってるんですけれども、どういうふうに管理していくかということが、非常に重要で、まあ、ウェブで、まあ、つまりクラウド的にウェブホスティングサービスを使うかというのと、オンプレミス、要は、自前で持っとくかっていうのの2つなんですけれども、まあ、今回ウェブホスティングの方が、管理は楽でしょうということで、GitHub を使うという選択をしたんですが、まあ、これはですね、共同開発者、まあ、研究者です、共同研究者ですけれども、のあたりの、要求としては、そのプライベートなリポジトリ、つまりその非公開な状況で開発をまず行いたいっていうのがありました。もちろん、もちろん我々、開発者全員で、同意が取れてたのは、最後にはパブリックにする。つまり非公開で全部起きますってことだったんですけれども、中途半端なものですね、なんか、ダウンロードしても動かないっていうか、ダウンロードしてもちょっと動くか動かないかわからないみたいなものに関しては、一旦プライベートにして、開発を続けしていきたいっていうのが、要求としてありました。で、あとは、これも GitHub 選んだ理由で一番大きい理由だったんですけども、リポジトリ管理サーバーの管理コストっていうのは避けたいだろうと。まあ、常に管理できる人がですね、人材確保できればそれでいいんですけれども、まあ、そうもいかないので、まあ、ウェブホスティングサービスを使うのがいいだろうということになりました。で、GitHub とか Bitbucket っていったウェブのサービスっていうのは基本的にプライベートリポジトリも作れるので、まあ、ちょっと、開発規模によっては有料になりますけれども、まあ、そういったものも使えますので、まあこちらを使う方が、まあ、管理コストとか、後々の手間が全部省けるでしょうということで、今回 GitHub を使うことになりました。で、GitHub、まあ、GitHub はページ調べていただければいいかなと思うんですけども、まあ、実は今、サーモン2ですね、ちゃんとリリースはしてないんですが、オープンには置いてあって、誰でも見れるような状況になっています。となってるんですけど、まだちょっとちょっと時間が足りなくてリリースできてないんですが、まあ GitHub ってこの形になっていて、まあソースコードをウェブ上から確認したりとか、あとはその、プルリクエストっていう変更をマージするための、変更を反映するためのリクエストが投げる場所があったりするんですけども、そういったところとか、イシューっていう形でバグの報告とかをしたりすることができるようになってます。まあ、という形で、まあ、ウェブからもアクセスできるし、非常に見やすいだろうということで、今回 GitHub にしています。で、三つ目ですけれども、ビルド方法をどうするかっていうことなんで、詳しく説明すると、何かしらビルド基盤を入れないといけないんですよね。まあ、さっき言ったように、マルチシステム、スパコン、PC クラスター、ラプトップ PC といったものに対応しないといけないと。ということで、ユーザーごとにですね、環境は全く違うような PC クラスターとかラップトップって特に対応が難しくって、
その我々というか、例えば、開発もメインで開発した人たちっていうのが、メインの開発者がインテル MPI とインテルコンパイラでやってるとしても、例えば使う側の人は、GCC と OpenMPI でやってますっていうことになると、まあ、そもそも GCC で動くのかとか、OpenMPI の、自己保護とか、まあ、いろいろ変わってきてしまうので、まあ、それぞれに合わせてですね、メイクファイルをいちいち書くのはとてつもなくしんどいと。しんどいし、多分、まあ、無理な対応になってしまうということになります。というふうに考えました。で、どういうのが環境ごとに異なるのかなというと、まあ、ブラストからバックスケーラーバックっていったそのサードパーティー製のライブラリで、サーモンが使っているものを検索するというのと、あ、例えば MPI のコンパイラーを探したり、OpenMP のフラグですね。っていうのを検索したりとか、あとはこれが一番重要なんですけど、Fortran のソースファイルっていうのは、基本的にモジュールファイルとかができると、そのモジュールファイルが存在しないとコンパイルできないっていう問題があるんですね。で、ってことは、そのソースファイルを正しい順序でコンパイルできないと、動かないということ、コンパイルできないということになるので、依存関係を正しく発見して、新しくセットして、順序通りコンパイルするっていう機能がないといけないと。で、最後にメンテナンスへと書きましたけれども、オートツールズ、コンフィギュアのスクリプト、コンフィギュアのスクリプトを書いた人がいらっしゃれば多分お分かりいただけると思うんですけれども、オートツールで書くととんでもなく難しいですね。というか、誰も読めなくなるので、メンテナンス性が低いと。かなり。低いというか、メンテナンス性がだいぶ低くなってしまう可能性があって、まあ、ちょっと読みに、よ、まあ、ちょっと大変だと。いうことで、もうちょっとメンテナンスしやすい C メイクの方がまだいいだろうということで、今回 C メイクにしました。で、C メイクっていうのはどういうものかと言いますと、これ自体も OSS でビルドの自動化をしてくれるためのツールチェーンになっています。で、これは Linux とか MacOS とか Windows などのクロスプラットフォーム全部対応していて、まあ、シェルスクリプトで書くようなオートツールよりは、まあ、圧倒的に書きやすいだろうということなんですけど、まあ、いろいろな機能を実現するにはやっぱり苦労するなっていうのが、最近の感想になります。で、じゃあどうやって使うのかというと、すごい単純にはですね、ここに書いてあるのは3行ぐらいでできてしまって、まあ C メイクのへ、まあ、あの、へ、どういうバージョンどのぐらいがいりますかっていう最小の話と、ヘッダーですね、ヘッダー的な話と、あとはプロジェクトっていう形でこういう、メイクグループを作るというのと、あとは単純にそのビルドするターゲットですね。ターゲットとあとソースファイル。それを作るためのソースファイルっていうのを指定すれば、C メイク書き終わって、C メイクカマってやった後にメイクって叩くと、必要なオブジェクトがビルドされて実行ファイルが出来上がるというぐらいの、非常に単純なものになります。ただ、まあ、ただ、いろんな機能を追加すると、これがどんどん長くなっていくわけですけれども、サーモンの場合はですね、そのサードパーティー製ライブラリですね、さっき言ったラパックとかスケーラーパックっていったものの自動検索と自動ビルド。あとはコンパイルのフラグですね、さっき言ったOpenMP とか、あとは SIMD とか最適化のフラグといったものを全部検索してくる。で、コンパイラーの機能ですね、例えばその、最適化ディレクティブとかが、フォートランのディレクティブが使えるか使えないかとか、あとはライブラリーが見つかるかどうかとか、そういったものを全部探してきたり、検証するというような機能とか、あとはクロスコンパイルですね。要はそのスーパーコンピューターで動くバイナリを作るみたいなのを提供したいとっていうのが、全部できるように C メイクで書かれています。はい。で、最後というか、まあ、ソフトウェアテストですけれども、それでソフトウェアのテストっていうのが、
導入をしたいとかしなきゃいけないというふうに述べたんですけれども、そのソフトウェアの動作が正しいことを証明するためのテストってことになるんですけれども、目的としてはソースコードを変更したことで、その様々な動作に影響を与えてない、もしくは、変なことになってないということを保証するためのものです。特に複数人が関わる開発っていうのは、意図しないバグが混入していて、ちょっと、突然動かなくなるっていうことが十分あり得るということになります。ただ、ここでですね、シミュレーションソフトウェア特有の話としてですね、このシミュレーションソフトウェアでテストの正解とは一体何なんでしょうかっていうところが、もん、なんだろう、すごい本質的な問題になります。で、クラッシュせずにプログラムが正しく使用するっていうのと、出力されるはずのファイルが正しく出力されて、ちゃんと終わってくれるっていうのは、おそらく皆さん、そうですよねとは思っていただけると思うんですけれども、計算結果が正しいっていうのが、おそらく思いつく話で、じゃあ計算結果が正しいって一体何なんですかっていうところが、非常に難しい話で、どの水準で正しいというふうに言ってるのかっていうのをまず考えておきます。最適化によって計算誤差って普通に変わってしまうので、計算結果が正しいっていうのは定義上何なのかっていうのをまず議論しないといけないということがありました。で、特有と難しさとしてはですね、そのシミュレーションが正しいことを証明するためには、計算しなきゃ始まんないわけですね。シミュレーションの正しさを証明するためにシミュレーションが必要なんですけど、それなりの計算時間が必要になりますと。シミュレーション自体は。例えば、なんですけど、なんだろう、シミュレーションが正しいことを証明するための計算に数時間かかっている。つまりソフトウェアのテストに数時間かかってるってなると、それは非常に困るわけですよね。一行変更しただけで数時間テストが必要になりますっていうと、これはかなりストレスになるので、どうにかしないといけないと。で、どうするかっていうと、問題サイズが小さくて、かつ効率よくバグを検出可能なようにしないといけないということで、なんだろう、本当は大規模実行的でないと発生しないバグっていうのも実は存在するんですけど、そこはちょっと、そこまでかわすと本当に1日1回やるのに数時間かかるみたいなテストになってしまうので、そこはちょっと見なかったことにしようというようなことにしました。で、サーモンは現状ですね、ゼオンのワンノードぐらいであれば2分とか8分程度で、今34個テストが走ってるんですけど、34のテストを完了して、悪い、いいか悪い、全部通ったか通ってないかっていうのを、確認できるようになっています。そうですね。そうですね。で、このような、ものを全部取り込んで、現状どういうふうに開発が進んでいるか、開発体制が組まれているかっていうのを説明しますと、こんなポンチェーンになっちゃってるんですけど、非常に簡単にはですね、ラップトップとかリモートの計算資源でソースコードをまず更新しますよね。で、更新したら、それをまず GitHub のサーバーに送ります。これプッシュとか、プッシュしてプルリクエストを投げるっていう動作になるんですけれども、っていうのをやります。で、GitHub はそれを受け取ったら、変更がありましたよっていうのを、テスト用の、別途、我々の方で立てたテスト用のサーバーに通知します。で、通知を受けたテストサーバーは、その変更を全部ダウンロードしてきて、ビルドとテストを実行します。で、ビルドとかテストが失敗し、成功したか失敗し、ビルドとテストが成功した失敗したかっていうのを終わったら、その GitHub 側に通知をして、で、あとは、た、まあ、あの、この人でもいいですけど、第三者なり、本人なりがテストが全部通っていて、問題がないというのを確認したら、変更を反映すると。マージっていう操作になる。プルリクエストをマージするっていうふうになる、言い方になるんですけど、しますと。
で、マージされたら、この GitHub サーバー上には、変更反映されたデータの、ソースコードのデータが置かれるので、あとは、その他の、変更した人以外の各ユーザーっていうのは、その変更をダウンロードしてきて、自分で使うと。まあ、プルしてくるっていう想像なんですけど、プルしてくるというような形になっています。で、もし、テスト用サーバーが、テストが失敗しましたというふうに通知されたら、失敗したら、また変更を送った人が再度修正して、また GitHub に送ってっていう、反復操作になります。といった形で、バグの検出を、その変更を取り組む前に検知して、全部、バグが入らないように、できる限りですね、できる限りバグが入らないように、開発体制を整えているような状況になっています。はい。というような形で、ソフトウェア開発側ではですね、かなり気を使っていますよっていうのが、この説明になりました。で、ちょっと、あと7分ぐらいしかないので、ちょっとトラブル事例はちょっとカットしたいかなと思うんですけれども、ですね、いろんなですね、結果がおかしくなるとか、クラッシュするだとか、不思議なバグが結構いっぱいあってですね、そのうちの不思議なバグのうちの、本当に自分の中で一番大変だったものを3つぐらい並べたので、そこはちょっと見ていただければなと思います。読んでいただければいいかなと思います。特に一番最後のですね、OpenMP のリダクションの実装が演算順序が保証しないので、毎回計算誤差がたまって、毎回計算終了までの反復時間が、反復計算が終了するまでの反復回数が変わってましたっていうバグなんですけど、これはかなりめんどくさくてかなり大変だったので、これはちょっと一読していただいてもいいかなと思います。はい。というわけで、ここまでにしたいかなと思いますが、よろしいでしょうかね。はい。じどうもありゃあ、がとうここございままでしで。た。はい、ありがとうございました。